しゃべてつ気分始まりました。いやー、素敵。どうしたー、柏原美希です。わー、今日はちょっとおっとりくわ、はい、半蔵門よ。あ、半蔵門よ。半蔵門よ。ちょっと今風に言うと、今風に言うと半蔵門の門はゲートウェイ。だから半蔵ゲートウェイね。ゲートウェイ、半蔵ゲートウェイ。なんか聞いたことあるぞ、ゲートウェイ。はい、来ちゃったね。来ちゃいましたね。うん、来ちゃった。豪華、もうすごいおしゃれなところで、ね、今日はお送りします。こんなに鉄分濃いめのカフェないよね、はい、素敵なカフェ。そうなんですよ、ね、ここはね、飯田橋駅近くにある、はいはい、カナルカフェという、うん、もう超おしゃれな今時カフェでございます。素敵よね。なんで鉄分が多いかっていうと、はい、ちょっとね、地図見たらもうびっくりよ。あ、そうなんですか。JR 中央線でしょ、はい、中央線、はい、総武線でしょ、総武線で、東京メトロの有楽町線、うん、有楽町線、はい、南北線、はい、東西線、はい、そして都営地下鉄の大江戸線も入ってるのよ、すごい盛りだくさんですね。もう鉄分濃いめなのよ。濃いですね。で、眺めもいいもんね。そう、そうなんですよね。もう横にはあれ JR のね、うん、中央本線が通ってて、うんうん、結構バンバンね、車両も走ってて、そう、ね、いいですね。ね、鉄分濃いし、本当鉄道の聖地ですね、ここね。ね、もう今もうクラクションが鳴って、って電車が今来てるから。来てきた、後ろから。で、見て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 、はい、見て、見て、これこれこれ。何ですか？ここにね、今見て、はい、ほら、あそこに今電車通ってるところに、うんうんうん、新しいホームできてるのよ。あ、あれホームなんですか？なんか柱が見えますよね。そうそうそう。ここに。もう今ね、だいぶ出来上がったのよ。これね、はい、何駅なんだ。そう、あれ飯田橋のホームなのよ、はい、新しい。あ、そうなんですね。もともと今あるホームが急カーブ状にあって、はい、うん、車両とホームの間が結構広く空いちゃうから危険ですよってことで、今度ね、そう、直線上に、ほぼ直線上にホームを移設してるの。じゃあ向こう側にあった駅がこっちにちょっとずれてきたっていうことなんですね。そう、神楽坂側からは近くなるよね。あ、そっか、そうですね、うん。いや、いいよね。じゃあ、ここからまた駅のホームも眺められるんですね。そうよ、できたら。それがまたいいよね、はい、いや、いいですね。だってで、工事中っていうのもレアですもんね。だっていいよ、見られるのも。工事を見ながらビールもやれる、はい、そして目の前にあるピザもやれる。最高、最高、最高ですね。ガチで最高、たまらないいいですね、うん、鉄道ファンにはこれたまらないですね。鉄道ファンの方もそうですけど、若い女の子たちにも結構人気なカフェなんじゃないですかね、ここって。だよな、そりゃそうだよな。カナルカフェって、カナルってどういう意味でしたっけ。なんかね、はい、運河っていう意味だって。だからやっぱり運河のカフェのようなイメージ。お堀だけどね。なるほど、おしゃれですね。またおしゃれだよ、本当に。運河、もうね、キラキラしてますもん。日の光が当たって。俺ね、正直今日はね、はい、罵声とか突っ込めないこの雰囲気そうですよ、うん、慎まないと。ここは本当に素敵すぎ、はい、素敵すぎ、うん、本当に。もうね、いつもの半蔵門をやめて、おしゃれ半蔵門で行ってください。手荒れるかよ、もうこれ、あ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 れ、いい、に、なんだっけ、233? いい、233? いい、233? ダメだって、ミキちゃん当てちゃったら。あ、当た、当たり当たっちゃってるじゃないかちょっと、ちょっとだけ調べたんですよ。そこなんでボケられないいや、ちょっと正直に言っちゃいました今、中央線の E233 系って言ったら、はい、どんな話題233系、うん、え、何ですか話題。え、知らない。今ね、もうね、はい、鉄道好きな方々は、うん、これガチで期待してる話題があるのよ、はい、お、何ですかこれね、はい、10両編成の E233 系に、はい、2両グリーン車を加えて12両にする。あ、プラスで付け加えるってことですか。グリーン車をね、2両付ける。2両付け加えるんだ。だからね、はい、中央線の駅とかは10両のホームしかないから、はい、もう12両化するっていうんで、どういうふうにホーム伸ばすのよって。そうですよね、どうするんですか。そう、だからそれが今みんな話題なのよ。それどうするかはまだ決まってないとか、まあ、はい、公表されてないんですか。ちょいちょいどっか変わってんじゃないかな。あ、そうなんですね、うん、お茶の水とかどうなってんのかね。どうやってホーム伸ばすのかちょっと疑問だよね。そうですよね、うん、だってもう伸ばしようがないですもんね。そう、黄色い電車もね、はい、これも、はい、これ何、ほら、顔面が白いの、顔面白いの、顔面白いの、ほんとだ、なんか見覚えがある。見たことあるでしょ。はい、なんですかこれ。これね、もともとこれ E231 系の500番台って言って、はい、これね、もともと山手線で走ってた車両なのよ。
山手線？山手線の車両を黄色い帯付け替えて、はい、あだって緑ですもんね。そうこれもね、あそうなんだ、もう鉄道好きにはたまんないのよ。へえ、付け替えた上からじゃあこう張り替えて、そう、あの剥がしてね、剥がして張り替えてここで使ってるんですね。そうなんでね、ここで使えるようになったんだろう。ほら、だって E233系か、うん、山手線に新しい車両が入ってきたから、はい、それでこう押し出される形です。あーなるほど、総武線とかそうですね、新しい車両走ってますもんね今ね、うん、綺麗な、ね、はい、違うデザインだと走ってるじゃん。はい、あっちと走ってますね。それでこうこっちへこう、あそうなんだ、山手線の車両がこっちへ、車両が多くなっちゃったから増えちゃったからこっちに流されてきた。なんで今日こんなにガチで鉄道の話してんの。いやだってね、鉄道の番組ですかね。あそうなんだ、はい、それでもう前にそうなんです、サメサメじゃねえかよ、はい、私がね頼んだピザこちら。なるほど、じゃん、メキシカーナというサルサソースだったり、うん、辛口のサラミが入ってるピザなんですけど、うん、これはビールだよ、普通ビールだってマジで、ですよね。なんかあの今いるのはテラス席なんですけど、うん、店内もあるんですけど、ね、店内とはちょっと違ったメニューになってて、あの奥のね、はい、奥ちょっと、はい、後ろ側に見えてる、うん、これが店内なんですけど、テラス席はちょっと違うメニューになってて、あら、はい、ピザがね一押しらしいんで、おいいね、ピザを美味しそう頼ませていただきました。じゃちょっと私早速いただいていいですか。もうお腹すきすぎちゃって、よーし、はい、いいな、あうまそうだな、ちくしょう、俺ビール買ってこよう、もうあったまった、最高、最高、美味しい。このチーズが燻製チーズなんですけど、おまろやかで、おうおうおう、でもちょっとした辛みがあってサルサソースのアクセントになってて美味しいですね。たまんない、あ、喉来た、鉄道ビュー&ピザね、最高ですね、鉄道ビュー&ピザ、ピザ最高、美味しいわ。これも山手線だ、なんかいろんな食感楽しめるんですよこれ。コーンがあったり玉ねぎ入ってたり。じゃあちょっとこっちのオリジナル桜ティーで、はいはい、どんな味を、じゃあいただきます。お、あー美味しい、うん、なんか桜の香りがこうわっと風味が、あ、じゃあガチで桜入ってんだね多分ね。そうですね、ダージリンティーになんか入れたのかな、うん、確か桜のこうふわっとした雰囲気があるのね。そうですそうです、これ春もいいわ、桜の咲いてる時期にいいわ。あ、ダージリンに桜の葉を入れて香り、読んでんじゃねえよ。さっきちょっと撮ったんですけど、そう、なるほどね、そう、はい、いろいろ集中しすぎちゃって鉄道に、なるほどね、はい、ダージリンに集中してちゃんと伝えなきゃと思って、絶対集中してねえだろ。ちゃんと伝えなきゃと思って、うん、はい、撮ったんですけど、あそう、桜の葉を入れて香りを立てた、うん、あやっぱね、オリジナルの紅茶だそうです。これ女子好きそうだな。いやもう大好きですね、桜って。嫌いな女子いないじゃないですか、あそう、桜スイーツとか。いいな、でも今ね桜の時期じゃないけどこれが味わえるのってなかなかいいですよね、うん、他はねやっぱり春にならないとそういうメニューってないですからね。そうか、いいな、美味しい。今度俺も夜来よう、はい、夜いいですね、一人でもいいもんねこれね、うんうんうん、なんかね雰囲気をね、確かに、うん、夜もねちょっとなんかライトアップしたりするのかな、うん、だから水面のさ、はい、こういうなんていうのこう反射する明かり、これもなんか癒されるじゃない。いや癒されます ねでこの水面ね、このお堀の下にね、はい、実はこれもまた鉄ネタなんだけど、はい、何ですか、この下に有楽町線とか南北線が来てる、はい、うん、鉄分濃いめの人たちに言わせると東京メトロの南北線と東西線が交わってるから、はい、あ東西南北の交差点だっつって、はい、東京の真ん中だとかっていうか、え真ん中東京の真ん中、そういうことか、そう東西南北でも実際違いますよね、違うと思うよっていうか全然興味ないでしょピザ食べたい、あどうぞすいません絶対ピザだよ、ピザ食べたいな、早く食べたら冷めちゃうから素敵でもじゃあその引き続き食べたいので、じゃあそろそろよく食うわ、そろそろ別れよく食うわ本当に多分私これ一枚一人でいける気がする。マジかよ、しげちゃんにも俺にもくれねえのかよいやそんな頭は私の中にないかったですね、はいというわけでカナルカフェからお送りしました。ちょっとおしゃれな喋り付き分でした、うん
今日は素敵に終わる。今日は素敵に終わります。素敵に終わる、はい、ゲートウェイ。ゲートウェイ言いたいだけ。ありがとうございます。バイバイ。また来週も見てください。そうそう。そう。来週やるのって。